武井さんは軟骨とか靭帯とか関節のケアについて筋肉のケアと別に考えているという話を聞いたことがあります。軟骨や靭帯は血流が乏しいので、回復に時間がかかるしケアが難しいと思います。負荷の高い運動後の関節周囲のケアについてどうお考えあれば聞かせてください。で、運動後のケアは別にもうそんなに筋肉の方が大事だと思うんだけど、運動前に関節とか軟骨とか靭帯をよく温めるようにしています。はい、軟骨とか靭帯とかっていうのが冷えてるっていうのが一番こう怪我しやすい状態なので、そこが冷えてまだ柔らかさが出てないうちに強い運動しないように気をつけて。